こんにちは。レーソル講演会アンバサダーの近藤直江です。これから、レーソル OB の、現在について、少しずついろんな人に話を聞いていこうと思っています。そして、まず第1弾がこの方です。お久しぶりです。お久しぶりです。ブーさん、マシモさん、硬いんだって慣れてるからね。ドゥーさん、オープニングもっと元気にいかないと。いや、もう初めてだから。そうですね、ドゥーさんのイメージは全くないですから。ないから。でもこうね、こうやって動画撮影ドゥーさんが一生懸命やってる姿見ると、現役の時から考えたらちょっとイメージが全くないんですけどね、はい、ないよね。もうちょっとやりづらいというかね、まずはそういう現役時代のね。そうですね、僕はなんか SNS とか動画とか、ね、結構積極的にやってた方なんで。そう見てる人からしたら、ドゥーさんがこういうのやってるのは結構貴重なんじゃないですか。でもね、その内側にいる選手の方がより、うん、あれやってんのかなみたいな感じてるかもしれない。いや感じてると思います。レーソル講演会のアンバサダーっていうね、アンバサダーのまず活動を僕教えてほしいんですけど僕はまず知りたいです。アンバサダーになったって言ったんですけど、アンバサダーのじゃあどういう活動があるか、ね、まず僕に説明してください。そうだよね、はい、いや自分でもさ、そこまで理解できてないんだけど、はい、まあ、レーソル講演会をこれからちょっと表に出していこう、うんうんうん、もっと盛り上げていこうっていうところで、まあ、もっとその OB の人たちをもう取り上げるというか、うんうん、今までこうレーソル関わってたけど、もう引退してクラブに関わってない人だともうほぼ会うことないじゃん。確かにそうですね。そういう人たちをまたこう取り上げてたりとか、うん、でまあ、例えばこういう YouTube だったりだとか、うん、まあ、この前ね、マスもちょっと来れなかったんだけど、うん、サイン会&投資とか、はい、ああいうところでね、昔から応援してくれているファンサポーターの方が、うん、あの時の選手が来るんだっていうので喜んでくれる、うん、で選手は選手で、元選手は選手でまたね、そういう人たちがいたんだっていうのをまた今のね、改めてこう感謝の気持ちがね、芽生えてくるっていうところで、双方にとってね、いやすごく大事だと思います。そういう活動の、まあ今までそういう活動はできてなかったから、うん、で自分が入ることによってその OB の人たちの連絡を取ったりとかっていうところの役割を、まあ、今後していきましょう。ドゥーさんが連絡するんだな。いやしたじゃん。いやだからドゥーさんが連絡来るとドキッとするから。いやしない。いやすごいなって。いや本当にそういう活動ですよ。いやいいっすよ、やっぱり、うん、やっぱ僕ら引退したけど、うん、引退するとそのチームのには挨拶できるけど、今まで在籍したチームのサポーターに挨拶できないんで。そうね、すごい大事だと思います。レーソルも僕ね、7年ぐらいいたけど、うん、結局レーソルサポーターの前でじゃあちゃんと挨拶できたことはできてないし。確かにそれで言ったら自分もそう。いやそうだ、引退してから挨拶してね。だからそういう場としてなんかあっていい気がします。そうですね、はい、まあ、クラブに関わればね、そこでまたサポーターの人たちとか会えるけど、うん、まあ、全くね、今マスね、また後で聞くけど別の仕事してたけど、まあ、自分もねサッカーと関わってない仕事してると、うん、やっぱりねサポーターの方とか会う機会がないから、ね、ないっすよ、ね、いや中地さんとかもただおっさんでしたよね。ちょっとチラッと見ましたけど。チラッとじゃなくてちゃんと見て。いやおじさんだった。ヨハさんは相変わらずねシャキッとしてたけど、中地さんはなんか知らん人紛れちゃったのかなっていうぐらいの人だったから。でもだって一緒じゃん、千葉だから。いやもう、いや地元一緒なので。そうだよね、うん、いやもちろん知ってますけど、うんうん、でなんか YouTube もやってるみたいだよ、中地さんが。うん、俺も知らなかったんだ。そういうのもこういうのでやってますよっていうのは大事ですね。そうそうそう。でサイン会トークショーの時もそればっかり出てたからね。ああアピールしました。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いしますっていう人大体伸びないですから。はい。そうなんです。そう、大体チャンネル登録お願いしますっていう人も伸びません。そういうことね。そうなんです。まあそれこそ今ねこうやって YouTube チャンネルやってるんで、はいはい、その YouTube についてちょっと話を聞きたいんですけど、はい、その YouTube をやろうとしたきっかけというか。いやもう僕もだから引退した時にもう1年間はもう家族とゆっくりしたかったんですもん。もう17年間もサッカーやって家族とあんまりいる時間も少なかったから、もう家族といるって決めてたんですけど、じゃあ年末に子供にパパもサッカーやめると、じゃあ次何してほしいって言ったら YouTuber って言われて、
あ、それきっかけ、そっか、 YouTube やってほしいんだと思って、うんうん、まあゆっくりするし家族の動画だったら、うんうん、ちょっとやってみようかっていう軽い気持ちで、あ、そうなの、 YouTube スタートして、それ引退してから始めたの。そうっす。あ、そうなんだ。1月1日にアップして、うん、へえ、いやすごいね。ふわっとして始めたのに、なんか世間的な YouTuber で生きてるみたいになったからYouTuber としては稼ぎはどう？これもうちょっと、うん、稼ぎ、まあちゃんと再生回数がちゃんとあって登録者数もじゃあ1万以上必ずあれば、うん、うん、僕らの言えないんだよね、多分僕ら金額とか、だいたいどれぐらい、その動画によって Google がいくらの価値があるって指定してくるんですよ、うん、で、子供向けの動画は半額になっちゃうんですよ。あ、そうなんだ。利益が、へー、広告次第なんで、子供にとって広告って意味ないから、で、だいたいその今何万人いるの？今4万ぐらいですね。4万で、なんかその毎日こう上げ、うん、今再生回数は1本どれぐらいなの？一番多くて70万、60万、70万とかあって、え、それ70万いったら結構な金額なんじゃない？乗ります乗ります。だからそれが毎回70万、80万の再生回数があれば1ヶ月にポンポンポンだったらもう何百万って余裕で入ってくる。そうなの？え、それ毎日、あ、本数次第か。本数次第で、だから別に次の月また再生ちょっとやったらその月ごとに、あ、いっぱい上げればいっぱい、うんうんうん、もう自動的に入ってきます。だからちょっと YouTube やって、ね、その金額を言われた時に、うん、その YouTuber のすごい人たちが莫大な回数をやってるから、うん、すごいよね、まあ、これはすごいなってナスさんすげえなって思いながら、ナスさん、じゃあナスさんのおよその月収みたいな、月収とかさ、ね、会社だからあれだけ どれなん年間だから5、6000万ぐらい稼いでるんじゃないですか。おー、でもチームでやってるもんね、うん、まあ、でもほぼ自分でやってるし、 あそうなんだ。あの人でも毎回会うたんびにもう死にそうな顔してますけどねだからもうコンテンツを考えてる、疲れてる顔がで自分がなんか、ね、自分が動いてるから、もうなんか毎回疲れてるから、あれも疲弊するよね。那須さん大丈夫って毎回言ってるんですけど会うたんびになんかもうまたなんか海外行ってない？行ってます、行ってます、行ってワールドカップも行って、ね、今もまた行ってるよね、うん、監督もやったり、もうすごいですよ、那須さんはなんか、うん、YouTube をね一番最初にやったら第一人者だよね、うん、すごいです。だからでも最初の頃にやっぱそういうね、那須さんのまあ人柄あるから、うん、チームメイトがねこう協力して出てくれたり、うん、だってイニエスタとかさ使えないじゃん。うまいこと使いますよ。どれぐらいお金払わなきゃいけないのって話、普通だったらね。それができるから、この前だって僕らの YouTube 撮影の時シャビとやってましたからね。えー、シャビじゃないです、バルサの監督だった。違う、あれシャビじゃなかったです、ダビド・ビジャ、あ、ビジャっす。ビジャね。ビジャ。あの、神戸にいたね。ビジャがいて。すごくない？すごかったっすよ。ビジャと一緒に撮影してて。すごいね。それは、マスの方には出てくれないわけでしょ。気づいたら嫁が写真撮ってもらってます。出てないんだね。出てないっす。もうガードマンが、もう 100人ぐらいバーっていって。マジで？あの、スタッフとかが。あの人たちはもうすごいです。コナミが入ってるんで。あ、そうなんだ。ちょっとレベルが違います。へ、え、誰が？ビジャの方？いやもう YouTube、那須さんの撮影がコナミが入ってるんで、ウィナーズとかもコナミが親会社であるから、そこがもう資金投入してる。そうなんですよ。すごいね。規模が違うんですよ。勝ち組だね。わかんないです。死んだ時に勝ち組かどうかはわからないですから疲弊するから、わかんないです。何年後も言われてるか、そう、わかんないですからね。そうか、そう、 YouTube はそうだね。だから僕はなんかあんまり自分が YouTuber って言いたくなくて、うん、そういうことね。だから僕はこう一つの家族のツールとして YouTube はやってる、はいはいはい、でも子供のね顔を出してますね。どこまでこうやり続けるか、そういうのもどうなのかな今後 YouTube。 そうだから、テレビの仕事を子供たちがたまに出たりするんで、うん、その時も顔出ししちゃってるから、うんうんうん、だからそれで学校でねちょっとこういじめられたりとかするんだったら考えなきゃなっていうのもあるけど、そういうこと、このね時代調べればすぐ出てきちゃうから、もう結局ね無駄なのかなとか思っちゃってて子供が嫌だったらすぐやめようって考えてます。うん、うん、YouTube でこう生きていくっていう気はないってことね。全くないです、うん、YouTube はもう家族のツールの一つ、うん、はい。じゃあ今ねまた別の仕事として、はい、市立船橋高校の、はい、ね、指導者をやってます。しているっていうとか、その辺もどういう経緯でそうなったのかとか、うん、だって引退してすぐだったよね。
引退してちょっとしてからちょっとしてからちょっとやっぱサッカーどうかなっていう感じだったんで、まあサッカー教室とかやってるうちにやっぱこうサッカー好きだなって思って、やっぱり休んでられなくて結局ね、何もしないって1年決めたのに結局もう3ヶ月ぐらい経ったら動き出したいっていう、もうちょっとサッカーしたいってなって、ちょっとずつそう高校とか行くようになってから去年今年からか、はい、がっつり今年から、去年はじゃあほぼ1週間に1回1回行かないかぐらいだったんですけど、今年からちゃんとコーチとしてやってます。それはもう高校と契約してって、そうですそうです、ちゃんと給料もらって週3回4回4回試合も帯同して、はい、楽しいっすよ言ってたもんね、楽しいこの前会った時も楽しいっすよ。いや引退して刺激ないじゃないですか、わかる、全く分かります。もうドゥさんもこんな顔じゃなかったから、眉毛こんぐらいグエーンってなるぐらいいつもこうギラギラしてた人だったけど、今もう穏やかになっちゃったけど、引退したらね穏やかになるけど、ね、でもまたねそういうところに戻って戦いたいっていう気持ちがね、まあ今そんなにないけどちょっとねやっぱり羨ましく思うよね。本当ですか。ああいうところで。まあ、昨日たまたま、昨日って言ってないけど、まあ、プリさんと、ね、谷と話してる中で、まあね、ずっと、それでやってた二人がね、引退してまたね、次のステージに進むっていうところで、やっぱり、ずっとサッカーに関わってる人も、すごい羨ましいな。自分はなんか一回離れようと思って、離れて、いろんなことを、やった中でまた、いつか戻れたらなっていう感じだったんですけど。ドゥさん、でも俺と一緒っすよ。僕は短かったけどサッカーから離れる時間が、でもドゥさんと同じ感覚でしたもん。サッカー以外でお金を稼いでみたいって思いがあったんですよ。でも僕もいろんな営業もしたし、いろんなことしたけど、結局自分の強みは何かなって思った時に結局ね、結局サッカーなんだなって。確かにな、それはあるよね。いろんな人とお話しして、分かるな、営業してスポンサーとかお願いしてとかあるけど、そこに強みはそんなにないないんですよ、ね、19年ね、俺も19年、まさに17年やってる中で何が一番強いって、それは19年、17年やってた、そうなんですよ、ね、そこにたどり着いたんですよ。だからドゥさんもたどり着く、ドゥさんもだから早くこうまたサッカー界に帰ってこなきゃダメですよ。そうだね、そうだね、そういうのちょっとまた楽しいですよね。ずっとそう、なんか会うたびにずっと言ってるんですよ。なんかね、幼稚園のサッカースクールの今コーチやってるんで、そこで自分の娘もその幼稚園って言ってるんで、なかなか入れてくんないですよね。いや、サンサーの娘だけど入らない、カタクナに入らないんですよ、ね、うちの娘2歳。あ、そうかそれはサッカーとかじゃない。まだそうですね。そうそうそう、はい、その時に会うといつもサッカーいいですよ、絶対やった方がいいですよってね、マスが。いや、幼稚園楽しい。幼稚園も来年から3個になるんですよ。すごいよね。なんで俺があそこやらせてくれなかったのかな、いつもマスに言うもんね。だからドゥさんのあ、じゃあドゥさんのスクールとうちのスクールが合体したら、うちのスクールに入れてよ。だからこう上に行けるよっていう風にしたら、してよ。したらドゥさんの指導者もうちの幼稚園でやってくれたら。ああ、確かに提携しましょう。そしたらうちのコーチそこに入れられるもんね。そうです。そしたらバイトしてもらって、そのまま小学生になったらそのまま上に流れるようにしたら、してよ、ハッピーじゃないですか。してよ。じゃあとちょっと契約書だけ。そう、ダメな情報入ってる。いやでもそういう流れができたらいいなって。僕はなんか幼稚園生までやるけど、その後の小学生はちゃんとしてる人にお願いしたいんですよ。ね。その流れがなんか、あ、いいよ、いい人見つけました。ちょうどしかも近くだから。モラージュだからさ。あ、最高っす。近いよね。そうな。いいじゃないですか。お願いします。そういう流れ。いっぱいいますよ。たまたまそう、全然話変わっちゃうんだけど、そこの桜幼稚園の染谷さんでね。はい、先生、染谷先生。来週会うんで。本当ですか。じゃあ別件だけど、サッカーじゃなくて。やめてくださいよ。マシもサッカースクール追い出してくださいよみたいな。サッカーじゃない。ちょっとその幼稚園のこの経営について。気づいたらなんか俺ら撤退みたいな、やめてくださいね。そこはいかない。根回しからこう。違う。ガーンって。そういうのないですか。そう。幼稚園とか保育園とかそういうの。そっちの運営がどういう感じなのかちょっと話聞きたくて。幅広いなぁ、ドゥさんすごいなぁ。じゃあいろんな人の話聞いてる、結局なんかあんまりね、いろんなことやってる、結局まだ形にはなってないから。俺はね、そうそう、今日はマスの話だ。いや、すごいなぁ。